さあ、それでは今回もスーパーストレーター4マメマメすぎだ。スーパーストリートファイター4アーケードエディション2012の実況プレイを楽しくやっていきたいと思います。前回のメンバーに加えタルが来ております。どうぞよろしく。どうぞよろしく。で、今回はですね、チャレンジ対戦はいきなりやらずにコンボの、コンボっていうのがあるんで、それをちょっとちらっと見せたいと思います。はいはい、コンボといって連続攻撃があるんですが、はい、このね、なんかパンチキックをね、ただただ やってるだけじゃあんまりガードされちゃうから、そう、効率よくっていうか、コンボっていうのが大事で、左に書いてある立ち弱パンチ、しゃがみ中パンチ、立ち弱パンチ、しゃがんで中パンチ、これを素早くやると相手がガードできないんですよ。今これこうやってガードされちゃうんですけど、うん、これ端っこでやる、すいませんね、こう難くない、こう難しい、難しいです。綺麗なタイミングじゃないと入らないってこと。そうなんですよ、タイミングよく、タイミングよく押さないとダメなんですよ。だからあまり早すぎても、早すぎてもダメ、早すぎてもダメ、こんな感じ。これが入るとその 2回連続で今攻撃できた、うん、でこれをだんだん難しくしていく感じ、すると連続でどん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 攻撃ができるようになる。本番でこれが出せれば少しはマシになるわけですよ。まあ、僕は一個もできないんですけど。しゃがみジャックパンチ、あ、そこに課題が出てるんですね。そうそうそう、しゃがみジャックパンチ、立ち強パンチ、しゃがみジャックパンチ、あ、入ったら色がつくんですか。こんな感じ。難しくない、これ。なんか無理だわ。時間が空いても相手にガードされちゃうし、早くても繋がらないしで、うん、なんか体に覚えさせるみたいな、指先が覚えるってよくなんか上手い人は言うらしい。まあ、無理だろこれ。これが超難しい。これが波動拳間入れないけんよ。ジャンプ強パンチ、多分ね、ジャンプ強パンチ、立ち中パンチはそんなにこれ繋がる。赤までいけば。トントン。波動拳。トントン。テービングアタック。トントン。こんな感じ。惜しい。できた。おお、おお、無理、本番でこんなことするの。3分くらいかかったでしょ。3分ですね、やはり。やはり3分ですね。反応したらダメです。次は空中の瞬風脚からの真空波動拳。当たんねー。空中で当てないかんってこと、あいつが飛び降る間端っこのが当てやすい気がする。こっちも当てやすいかな。無理だもんだって。何？セービングアタックしてしゃがみ中キック、お、 EX で上げてから春ランマン、春ランマンはこれ、一気に7割の勝利持っていけるんだよ。来た。うわ、出なかったし、ちょっとキャプチャーボードの音が切れた。さっきを取り直して、さっきを取り直して、じゃあ見せたいのはこれを見せたいんですよ。 これはずっと練習してたコンボなの。そうですね、ジャンプ強パンチ、しゃがみキックで EX 瞬風脚で浮いたところを EX 波動、 EX 波動じゃない、真空波動、こんな感じ。おお、お、いか、あ、くそー、出なかった。浮き上がらせて、あ、くそー、あー、惜しい。これはずっと練習したからちょっと惜しいでしょ。おお、くそー、あきた、しゃ、浮き上がらせて、上に打つっていう、これ、おー、すげえ、おお、無理だ、これ気持ちいいよ、当たると。すごい。おお。
二連これはねずっと練習してたんです。まあ本番でできるかどうかはまた別の話になるんですが、これはできるんですか。すごいすごい、どこ割りくらいもいいですね、っていうコンボが決まるとかっこよくて気持ちよくて楽しいわけですよ。なるほど、本番でできればですね。っていうのを踏まえて今日の対戦をみんなで遊んでいきたいと思います。はい、コンボとかできんけどね、俺もできないよし、どうしようかな。タルエディ、ちょっとタルで最初。お、どれくらいできるかな。おタルさんは、皆さん実力的には、多分バステンさんと同じくらいです、うん、なのでとっても、我々の中では上手な部類です。できるだけなんか登場してないキャラクターを使っていこうということで。な、何が出たんだ。殺意竜出たよ、出たよ。あ、いや、選んじゃった多分殺意竜選んだろうけど、メインキャラ消えたあれはじゃあそれなしで普通に やるか。取れないかな。練習したし。スネオスネオ。スネオ使ってよ。じゃあバッタさん。バッタさん使えないスネオは。じゃあなんか全部のキャラクター使いたいですよね。そうですね。一回は一通りお見せしたいですね。そうそう。タルさんスネオ使ってなかったですか。あ、ヤン使ってたけど。もう4桁だもん数字が。あれ覚えます。あ、本当。もう100だもん。勝てるわけない。殺意始めました。殺意始めました。冷やし中華感覚でやるんじゃないよ。殺意竜は普通の竜がなんかダークサイドに落ちた感じです。うん、なるほど。暗黒面に。はい、可愛いジャージ。本当だ。てたんだ。あれこっち側に、あれこれノーマルのですか？いや、ね、アレコス買ってないと見えないもん。わかんない、アレコスかなんか。え、なんで俺見れるっちゃろうか。俺も見える。やばい、そっちの方が性能上です。やめて。でもさ、波動拳系やめて。波動拳系。うわー、お、あ、来るか。やめて、それ。やばい、やばい、やばい。近づかない。強いな。強いんだよ、もうほら、もう。なんかバンバン入るよ。やばい。強い。あの途中でほらなんか。竜巻からもう一回蹴るみたいな、あれはコンボでしょ。返事してよそうそうさくら春風脚で近づいてほうがいいってバセさんに教わったから。なんか上手い人はさ、むやみやたらに動かんもんね。待ってるね、こっちの姿を。待ってる、オーラが違えよ。危ない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 危あ、まじででででで、すげえ、パスうまいな、これは。あ、まじで、それ無理やつトムさん、落ちてた。やばい、なんかもう冷静すぎたるさ殺意竜、なんか足裏旋空みたいな。おおおおおおお、怖いよ。絶対さ、絶対さ、春国殺狙ってんだよ、あいつ見たいな。もう分かってる、もう何狙ってるか分かってる。見たいな。絶対春国殺では終わらせないからね。溜めてないから。溜めて、溜めて、溜めて。絶対春国殺食らわないからね。もう来るな、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 どれいやいやいや、ジャンプジャンプ、危ない危ない。早い早い。当たんない。強たるさ。強いよ。いやー強い。見えぐらい綺麗に出たね。でもこれでもまだただ遊んでるぐらいだから全然本気じゃないですよ。いや、これ今日の大一番はマジで。今日の大一番はバステンさん対タルを見たい。帰っちゃダメだよ。帰っちゃダメ。やっぱバステンさんちょっと待った出番は。あ、でもウォーミングアップはしとかない。これは一回あれですか、スルーでいいんですか。一回スルーで、タルでレディーで。あ、いや、いいよ、あれでまだ出てないやつで。出てないやつ。彼選ぶ前に聞いて、出てるか出てないか言うから。あ、コーディは。コーディ出てない。じゃあコーディでいいか。もう使い手じゃない。トリちゃん何でいく。え、俺使えんのいいね。もういいね。じゃあいや、リュウは。リュウは使える。リュウでも。使えるけど。説明書。使えるレベルが低すぎる。説明書。
たやつ来るよ。ははあれ説明書ね。ナイス。変なシコロ投げてくるやつ。そう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 。あ、いいよ、どこでもステージは。あ、普通にドルも選んじゃった。波動拳出せねえよ。波動拳、昇竜拳、竜巻。竜巻。これファイナルファイトのキャラクターですよね。そうですね。そうそうそう、違うゲームからの登場。え、そうなんだ。そうです。ファイナルファイト。なんか、あ、なんか、なんか見にくい。見にくい。オープニングの描写。まだ白帯、あ、黒帯か。ノーマルリオ。怖い。やべ。そういう描写のキャラクターも。ちょっと待って、ちょっと波動拳がさ、石でかき消されるっていうのはどうなの？やばい。でも石はなんだかんだで物理ですから。そっか。すげえ投げよ。うわ、ナイフ拾った、ナイフ拾った。気をつけて、気をつけて。すごい減り方が全然うまっ。そのナイフ取れない。うわ、ナイス、ナイス投げ。お、投げた。おお、おお、いいいいいい。それじゃ、うまいうまいうまい。どのタイミングで師匠、かかってたら消さったパターンで。いやあの顔で言うの。石強いな。石強い。溝落ちヒットだね、今。石強い。しかもあのくらナイフ拾わせない方がいいよ。すぐナイフ拾うから、あの人。待って、来た、ナイフ。ナイフ来た、気をつけて、ほら。あ、ナイフ。ナイフ、いいよ、いいよ、閉じちゃいよ。守れ、ナイフを守れ。でも技出てる。ちゃんと技出てるよ、トリちゃん。技出てる。技出てる、オッケーオッケーオッケー。ナイフすぐなくなんな。うまいうまいうまい。真空竜巻。おお、シュシュシュ。ちょっと待って、頑張れ頑張れ。タマないよ。うわー、コンボだ最後。すげえな、このコンボ。あれは連続技だね。ナイフ全然取れ。すげえわ。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は登録ボタンをタップして登録をお願いします。この動画の続きが見たいときはタイトルをタップして下にスクロール、再生リストから見ることができます。パソコンからご視聴の方は画面下のボタンからお願いします。で、バイバイって。はい、3、2、1、バイバイ。バイバイ。もうちょっと元気よくさ、はい。赤髪の友が料理や釣りに挑戦する実写動画チャンネルもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。